さん、こんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、赤岩先生と一緒に授業をお届けしたいと思います。赤岩先生、よろしくお願いします。赤岩優希です。よろしくお願いいたします。ということで、今日の YouTube は美容医療に迷子になってしまっている方に向けて、かかりつけのお医者さんですよね、を見つけていただけるのかっていうことを、ぜひ赤岩先生とちょっとトークをしていきたいなと思っているんです。先生が東海エリア、もともと名古屋駅、名古屋駅本院の所属でしたもんね。はい、名古屋駅本院におりました。で、その東海エリアで指名数、ドクター指名数が一番の先生、はい、ね。で、私なんか赤岩先生ってすごく素敵な先生がいるって方々から噂は聞いてたんですけどある時にこう資料をパッとこう社内の資料を見てたら、はい、指名数がダントツに高くて、はい、何この先生と思って予約表を見たんですよ、はい、勝手ながら予約表が、はい、なんか ドクター指名でほぼ全部待ってて、ですよね、はい、なんかそれは初めての赤岩先生の指名の方だけじゃなくて、結構見ると前先生にかかってた方が2回目をまた先生にとか入ってるの見て、こんなになんかこうお客様に寄り添える先生がいらっしゃるんだってことを私は嬉しく誇りに思いつつも、まあ、そんな先生と今日このテーマを語ってみたいなと思ってお呼びいたしました。はい、よろしくお願いいたします。先生は今、はい、新宿本院に来てくださったんですよね。はい、新宿本院に参りました、8月から。皆さん、この YouTube を見ている皆さんもしですね、はい、湘南美容クリニック新宿本院に今お越しいただいたら、新宿本院の皮膚科に赤岩先生ご勤務いただいておりますということなんですけど、なんで本院に来てくださったんですか。はい、名古屋駅本院は、まあ、東海でいうと、まあ、最大規模で、うん、私もともと金山院っていうかなり小型院にいたので、ずっと一緒に引き連れてきたお客様たちに、名古屋駅本院に来たらもうなんかすごくご提案できる武器が増えて、あ、なるほど、本当に私も嬉しくて、うん、お客様たちもすごく喜んでいらっしゃって、まあ、その中でやっぱり新宿本院ってやっぱりそのどこの院とも違って扱えるメニューが最多 でしかもかつ最新治療もたくさん多くあって、うんうんうん、ってなった時に私がやりたいこの治療が一番できるのはやっぱり総本山の新宿本院じゃないかと思って。なるほどですね、はい、確かに美容皮膚科って機械がいいなと思っても機械がそもそもない院だと難しいですもんね、はい、そうですね。あと、まあ注射の治療でも新しい治療って大体ここの新宿本院から始まって徐々に、うん、はい、半年とかかけて横展開していくイメージなの で、 そうです、ね、まあ、最新の治療を患者様に届けたいというお気持ちから本院に来てくださったということな、まあ、すごい心強い限りなんですけれども、新しい治療を扱うってちょっと勇気もいることじゃないですか。いや、本当そうです。なんかまずお勉強して、うん、お客様と一緒に、かなりちゃんとしっかり段階を踏んだ上で扱わないと、うん、まあ、良くも悪くもちゃんと成果につながるかわからないので。そうですよね、はい、もし医療の美容医療の迷子になっている場合ですね、こういろんなクリニックのいろんな先生をもし点々とされている場合、結局何が良くて何がダメだったのかっていろいろやりすぎるとちょっと分からなくなってくるっていうのもありますよね。なんか美容皮膚科の治療ってしばらくしてから効いてきたりもするので、意外とこれって先週受けたこの注射のおかげじゃなくて先月受けたあのクリニックの RF が効いてたんじゃないかみたいな、そういう話もあるじゃないですか。だからなんかやっぱり患者様がある程度信頼関係を医師と築けて、クリニックと築けて、定期的に私たちにずっと見させていただけている、そういう関係性がある方にやはり、まあ、新しい治療をご案内していかないと、うん、これがどういう点でより優れているのかっていうのがお互いに分からなくなりそうと思ってなんかそういう感覚もあるんですよね。今できる範囲でご案内するのってすごく正義だと思うんですけど、うんうん、まあ、うちのクリニックの強みとしてはもうこんだけ横展開されてるので、うんうんうん、その人にとってのベストがあるのであればちょっと言っていただいて、なるほど、でプラス何か
合わせるっていうことがあったらまた私がご提案させていただきたいので、うんうん、ちょっとやってきて帰ってきてくださいみたいな感じで見せていただくことが結構多かったんです。なので、で今度名古屋駅本院に行った時に思ったのは、うんうん、いきなり最初から今度武器がありすぎると、うん、お客様はもう何をしたらいいのかわからない。確かにっていう感じ、まさに迷子ですね。でそうなるとやっぱりしっかりこっちが、決めてこのままちゃんと続けていたら大丈夫ですよなのか、ここまでやったらあんまり変わらなかったからちょっと方向転換しましょうっていうのができるかどうかは、なるほど、本当になんか大型だから小型だからとかじゃなくて割とドクターの腕にかかってるなと思って。ね、腕の見せ所ですよね、はい、先生おっしゃるように、そっか、いろんな治療がありすぎて、はい、患者様が混乱するっていうのもありますもんね。例えば毛穴1個取っても毛穴って1個のカテゴリーにいろんな治療が紐づいてて、ここからじゃああなたには今回これを優先度高くやりましょうねってこう見つけ出すのっていうのは、これはなんか先生はどうやって普段こう優先度を決めて選んでらっしゃるんですか？まあ、基本的にはまずなんか何が気になるのか、その人にとって乾燥なのか、それとも本当にこのピンポイントの毛穴なのか、それとも肌質改善で全体的にもう透明感を上げていきたいのかによってもかなり違います。関係性が深いお客様はこの前あれをやってみてよかったから何か足せないってなってくるとまた新しい提案ができるので、それやっぱり新宿院に来ると最強の強みかなと思います。その分でも先生自身も勉強しなきゃいけないことも増えます ね、 そすね、はい、おそらく、はい、例えばうちのクリニックにも入ってない機械とか治療もありますよね、はい、よく私が聞かれるのだと例えばポテンザとか、なんかやりたいんだけどポテンザがいいのかな、シルファームがいいのかなとかって先生も聞かれることあるじゃないですか、はいはい、なんかそういうこともあるなと思っている中で、先生今リゼクリニックにも、はい、大きい娘で、はい、出るんですよね。皆さん、会話先生はですね、新宿本院皮膚科にもいるんですけども、うちのちょっと関連のですね、リゼクリニックっていうところの新宿三丁目にもご勤務されていて、はい、そこは湘南では使ってない治療だとポテンザとかハイドラフェイシャルとか、はい、あと IPL も湘南のとはちょっと違う機種を入れてたりだとかありますもんね。はい、そうですね、いろいろやってみてやっぱりポテンザがすごくいいなってこう思う方にはやっぱり治療範囲としてリゼでまた選択肢が増えたのでとても嬉しいというか、なるほど、どちらかがいいとかではなくて比較していただくのは多い方がいいので、それすごく武器が増えたなという感じです。なんなら SBC グループも関係ないです、もっと外の治療も含めて。はい、ご質問があったらカウンセリングで聞いてもいいってことですか？はいはい、もちろんです。たまに本当名古屋の時も、うん、他のクリニックで今これをやったりとか ありますよね。保険診療で今この治療をしてて、でどういうふうに組み合わせたらいいですかってね、もうこれはやめましょうとか、これを足していきましょうっていう感じのご案内もしていたので、本当にその延長だなと思ってます。なるほど。迷子になっちゃう方っていろいろ選択肢がありすぎるからこそいろいろつまみ食いして迷子になってるっていうのもあると思うんですけど、お一人とかある一つのクリニックを信頼いただいてここでちゃんと関係ができれば、この先生が軸にさまざまな情報を持っていれば、いやそうですね、別にこう患者様がご自身でいろんなとこ行かなくても、はい、先生がいろんな情報の中で治療のプランニングを立てて、今度はこっちをやってみましょうねとか、はい、この治療計画はこっちにちょっと調整しましょうねをしてもらえるってことですね。本当そうです。私のお客様にも言ってるんですけど、もう私を軸にピポットターンしてくださいっていう感じでピポットターンしてくださいっていう感じで戻ってきてほしいんですね、私のところに。どうだったか。なるほど、はい、それでもじゃあもう全然効かなかったって言ったらどうするんですか？はい、いやいらっしゃいます。例えば、その韓国製ボトックスとかでたまたまお会いした方にも、いつも重くなっちゃうとか、いつもどの先生が打ってもこうなっちゃうっておっしゃる方とかには、じゃあ次回私のところに店に来てください、前回これでいまいちだったからって言っていただけたら私の中でやり方を変えるので、失敗した場合とかでもちょっと来ていただきたいっていう感じで言うと、結構本当にもう私何年もこの一緒にやっている方とかは、あ、良くなってきた、こっちの方が良かったみたいな感じで2人で検討していけるので、なんかこう毎回先生を変えてしまうと本人も迷子になっちゃいやすいかなと思います。なるほど。
まあ、先生もそういう意味ではちょっとずつ試行錯誤を一緒に患者さんと一緒にしてくれるってことですね。まあ、こういうことをやってくださる先生を見つけるっていうのがまあコツなんだろうなと思うんですけれども先生はやっぱりすごく勉強熱心ですもんね。いろんなことをご自身でもう積極的に情報を取りに行って学びに行ってっていう方だから見ててすごい楽しいしかっこいいですねありがとうございます。でも私が気をつけてたのは、うん、本当にあの受付さんとか、うん、ナースさんとかも全員もチームだと思ってるのでお客様を一緒に見る、うんうんうん、なのでその人たちから聞いた情報とかでも路線変更していくことも多いですし、なるほど、私といつも一緒にやってくださってるそのチームの人たちがあの一緒に協力してくれてる感じはすごくあります。すごく素晴らしい。確かにね、看護師さんが実は結構いろんなことを知っていたり患者さんとそこで信頼関係を作れてたりすると、はい、そこから実はね先生みたいな、うん、この人この治療でああだって言ってたよとか結構ヒント持ってたりしますよね。そうですね、受付さんもしかりですしね、はい、うまく美容クリニック活用して素敵なかかりつけを見つけていただけるといいかなと思います。はい、まずはちょっとぼやっとしたお悩みでもいいので私のところに来ていただければ一緒に二人三脚で考えていきたいと思いますので、まずはクリニックにお越しください。お待ちしております。ありがとうございます。ということで今日赤山先生お時間いただいてありがとうございました。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業ご視聴ありがとうございました。